ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ついにこの日が来てしまったのね。ついに来てしまったようだな。令和の515事件に触れる時が。というわけで今回はゆっくり茶番劇を商標登録して、大炎上した YouTuber の悲惨な末路一戦について紹介していこうと思うぜ。ゆっくり界隈の人間としては触れないわけにはいかないもんね。ああ、それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ゆっくり茶番劇とは、ゆっくり茶番劇商標登録事件について紹介する前に、まずは軽くゆっくり茶番劇について説明しておくぜ。ゆっくり茶番劇とは、東方プロジェクトのキャラである霊夢と魔理沙の、アスキーアートを元ネタに作られた饅頭キャラクターに合成音声を当てて寸劇風に仕上げた二次創作動画のことを指すぜ。つまり我々が解説ではなく寸劇をしたら、この動画もゆっくり茶番劇になるのである。そういうことだ。そんなゆっくり茶番劇は、聞いてわかるように東方プロジェクトシリーズの二次創作コンテンツとして栄えてきた文化だ。だがこのゆっくり茶番劇という文言の権利を勝手に取得し主張してきたのが、今話題のゆずはしだぜ。何してくれとんねん案件ですよ。2、事件の流れ。まずゆずはしは2021年9月に代理人弁護士を通してゆっくり茶番劇の商標登録を申請していたぜ。これが2022年2月24日に登録され、3月4日に特許庁から広報が出たんだ。そして少し期間が空いた後の5月15日にゆずはしが商標権獲得を公表し、今回の騒動へと発展したぜ。謎の空白期間どうした？普通に取ったらすぐ痛くならない？普通ならそうかもしれないが、ゆずはしには痛くない理由があったんだよ。というのも実は商標権には、登録が公表されてから2ヶ月以内なら誰でも異議申し立てができる制度があるんだ。しかしこの制度は2ヶ月を超えると無効となり、それ以降は申し立てを行える人間が利害関係人のみに絞られる。つまりゆずはしは異議申し立てを行われ商標を無効にされるリスクを減らすため、あえて権利獲得から2ヶ月空けて公表していたんだ。施工。しかもゆずはしは施工技で異議申し立てをガードした挙句、今後ゆっくり茶番劇を利用するならライセンス契約を結んで1年で10万払えという一方的な条件を提示してきたからな。これにはゆっくり界隈も大激怒し、せこせこ視線度のゆずはしは大炎上したぜ。そりゃ燃えるわ、これはゆっくりしてる場合じゃない？我々も猛スピードで駆け出すレベルの案件だ。この炎上は凄まじく当日中にゆずはし所属のコミュニティからゆずはしに対する警告処分が下り、翌日には商標登録を代行した会特許事務所から謝罪文が出る事態にまでなったぜ。だがこれでも炎上は収まるどころか広がっており、さすがに焦ったのか5月16日にゆずはしは使用料の撤廃を発表したんだ。時系列紹介だけでお腹いっぱいなんだけど。まあ簡単にまとめるとゆずはし、勝手にゆっくり茶番劇の商標権を獲得した挙句1年で10万の使用料を求める。なお炎上したことで使用料のみ撤廃。という非常にコンパクトな事件だけどな。2行になったことでより濃密になってないかな。とまあここまでが事件のざっくりとした流れだ。ここからはこの事件の反響やその中で判明したことなどを紹介していくぜ。3、事件後の反響や判明した衝撃の事実について。さてこれは時系列時点でも話したことだが、まず大きな反響としてゆっくり界隈を中心に大規模な炎上が起きたことが挙げられるぜ。ゆずはしのツイッターには批判リプライがわんさか届き、所属コミュニティや代理人弁護士にまで炎上が飛び火していたんだ。まあ本人がガソリンぶちまけたようなもんですからね、燃え広がらないわけがない。間違いないぜ。なんせ神々の広い器で許容され多くの人々がコツコツ作り上げてきた文化を、大して関係もない人間が突然権利を主張し金をせびってきてるんだからな。それにゆずはしが敵に回したのは、これまで数多くの祭りに参加してきた某掲示板の歴戦の猛者を含む界隈の人間だ。そりゃ燃え広がるし、当日中にゆずはしの HP に田代砲が発射されもするだろう。いや本来ありえないことだけどね、さらっとドス攻撃しないで。加えて商標登録の権利者名が広報で公開されていたため、あっさりとゆずはしの個人情報が特定されていたしな。これにより特定された住居に被害が及んだり、殺害予告が届いたりする実害も発生しているぜ。さすがに落ち着きな、合法なやり方で追い詰めないとこっちが痛い目見るから。その通り、どれだけ腹が立っても犯罪行為はダメだぜ。また反響として、各界隈の著名人がこの事件やゆずはしに対して意見したことが挙げられるんだが、こちらはせっかくだし一人ずつ順番に参戦してもらうことにしよう。まずは東方プロジェクトの生みの親、白霊館主ことずんし参戦だぜ。一発目ですでに神がおるが、まだまだ、お次はニコニコ代表の栗田氏とドワンゴ法務部参戦だぜ。からの2チャンネル解説者ひろみき氏参戦。加えて岡野武史弁護士参戦。からの有名ゆっくり茶番劇制作者拓吉氏参戦。
さらにすり寄ってきたゆず橋を一周する松丸両越参戦。その他大勢の有名 YouTuber も続々参戦だ。もちろんその後方には東方界隈、ゆっくり界隈、某掲示板民多数参戦済みだぜ。神話か何かかな。神々の中にはゆず橋に対する法的な動きを検討している方々もいたし、外野からするとさながら神々からの天罰執行に見えただろうな。だが当の本人はなぜかことの重大さを理解しておらず、炎上中も周りを煽るようなツイートを繰り返し火に油を注いでいたぜ。注目されて嬉しくなっちゃったのかな。そういった意見も見られたが、中にはこの事件そのものがゆず橋の炎上商法だとする見方もあったな。というのも、実はゆず橋の YouTube チャンネルはこんなありさまなんだ。すごくゆっくりできそうな川のせせらぎに草生える所存。しかも川のせせらぎをお届けしている本人はネット上で大荒れの濁流の中にいるのもポイントだな。だが見てほしいのは謎動画じゃなくて再生数と投稿本数の部分だぜ。ご覧の通りゆず橋のチャンネルは、登録者20万人超えの割には極端に再生数が少ないんだ。登録者の動画への関心度が校長先生のスピーチくらいで草。本人は過去動画を消したからだと弁明しているが、ネット民の間ではゆず橋がチャンネル登録者数の多いチャンネル、あるいは登録者を金で買ったのではないかとされている。過去にゆず橋が SNS アカウントの購入を検討する DM をしていることも判明しているしな。どこまでせこくなれば気が済むんだ。そのためゆず橋はゆっくり茶番劇を商標登録することで炎上を狙い、それに乗じて再生数を稼いでも受けようとしたのではないかと言われているぜ。これなら彼がたびたび煽るようなコメントを出し、炎上が終わらないように仕向けていたのも頷けるぜ。正直悪名を広げてこの再生数なのはかなり趣深いけどね。そやゆっくり茶番劇を商標登録しておきながら、自分は謎の自然音動画を投稿してるような方だぞ。趣深くもなるだろう。またこの他にもネット上ではゆず橋について調査を行う動きが出ており、ゆず橋が叩けば叩くほど誇りの嵐が出てくることも判明しているぜ。もうこれ以上ないくらい出てきてるのに。ああ、まずゆず橋は過去に玉浦という名義でゆっくり動画を投稿していたことが判明したんだが、この玉浦時代にもかなり元気に活動をしていたようなんだ。当時玉浦氏が上げていた動画のサムネがこちらだぜ。うっわー、大変元気のよろしい方で。このようにゆっくりを使用していながら、バチバチに東方界隈に喧嘩を売るという元気の良さを見せていたぜ。中でも特に原作ファンを目の敵にしており、東方にもゆっくりにもリスペクトの気持ちを微塵も感じさせない大変素敵な炎上商法を行っていたんだ。川のせせらぎと比べて清涼感バカ低いな。またゆず橋が金でツイッターアカウントや公式マークを買おうとしている DM も発掘されているぜ。それがこちらだ。誇りがすごすぎて鼻水止まんない。何でもかんでも金で買うんじゃないよ。加えてゆず橋のヤフオクアカウントに掲載されていた古物商免許番号が虚偽である可能性も示唆されている。これが事実でゆず橋が無許可営業で認可の虚偽記載をしていたのであれば、これは立派な犯罪行為に当たるぜ。とまあこのように、もはや今回の商標登録に関係ないような誇りまでわんさか出てきてるありさまなんだ。カビた布団でもここまで誇りでないよ。まあ少し調べられただけでバレるようなガバガバな嘘やズルを重ねていたのが悪いな。ちなみに今回の商標登録に関する発言でも、こうしたガバガバな面が多く見られたぜ。まずはこちら、ゆず橋からのありがたいお言葉だ。もしかしてゆっくり茶番劇初見。まあ待て、次はこちらを見てくれ。これは過去のゆず橋のありがたいお言葉だ。突如記憶喪失にでもなったのかな。ああ、彼は時折記憶の混濁が見られるようだ。語って5秒で即矛盾、とまではいかないが、過去の自分と180度真逆の意見を出すという謎現象を起こしてしまってるぜ。ただこれは東方プロジェクトの二次創作でなくとも、ゆっくり茶番劇という文字列を使っただけで使用料が発生するぞという意味合いだとも言われているがな。だとすれば国語多分0点だったよ。逆によく解読できたね。さすがのネット民だぜ。まあそれにしたって東方プロジェクトと全く関係ないと言い切ってる時点で、記憶喪失が凄まじいことに変わりはないがな。しかもゆず橋の概念でいけば、ニュースで音声合成ソフトを用いて制作した動画を流してもそれはゆっくり茶番劇ってことになるしね。ゆっくり茶番劇が突然とんでもない規模のコンテンツになったよ。ああ、ゆず橋の概念ではゆっくり茶番劇は世界レベルのコンテンツだったわけだ。まあこちらを見てわかるように、商標登録出願当時の彼の概念とは全くもって食い違ってるがな。ゆっくり茶番劇を世界的コンテンツだと思ってた人どこ行った？消えた、彼は過去は振り返らないタイプなんだよ。自分の発言は振り返れ。間違いない。この発言はおそらく徐々にゆっくり茶番劇の規模を大きく話すことで、自分の獲得した商標権が適用できる範囲を増やそうとした結果なんだろう。
だが辻褄合わせも過去の振り返りもできないせいで、ただ記憶喪失に拍車をかけただけになってるんだよな。ヘリクスでゲーム時間を伸ばそうとする小学生かな。理論大破綻でママに叱られるやつな。さてさらにここでゆっくり茶番劇が東方プロジェクトとは一切関係ないと断言したゆずはしの過去動画概要欄を見てもらおう。それがこちらだ。ゆっくり茶番劇は東方プロジェクトと無関係です。東方タグ東方タグ東方タグ。見てほしい気持ちがダダ漏れでいっそ清々しいぜ。またゆずはしは先ほども言ったように、おいのび太、ゆっくり茶番劇を使うなら金払え、1年で10万な、というジャイアンもびっくりの主張をしていた。にもかかわらず使用料撤廃後にはこんなことを言ってたぜ。これは草生える所存でございます。ジャイアンが木こりの泉に落ちたかのごとく、突然清涼感バカたけいこと言い出したな。取得目的は動画の保護、権利含め売買目的ではない、きり。2日前に10万をせびってきた人間とは思えない凛々しい顔だぜ。あまりの清涼感に天皇陛下も助走つけて殴るレベルだわ。これだけでもゆずはしの形容しがたい独特の感性は伝わっただろうが、最後に彼が投げた特大ブーメランについて紹介させてくれ。彼は自身がイラストレーターさんに依頼して書いてもらったアイコンを使用してるんだが、自身のチャンネルでアイコンに対しこんなことを言っていたんだよ。ほう、著作権買い切りにしたのね。してません。一体何を言ってるんだ。彼はイラストの商用利用こそ認めてもらってるものの、著作権を買い取ってはいない。つまり持ってもない著作権を堂々と主張していたんだ。彼は自分の獲得した権利はどこまでも主張するくせに、他人の権利は侵害するという超特大ブーメランを投げていたんだよ。権利関係に特化した独裁者ヒトラーで草。とまあここまでがゆずはしが起こした事件の反響と、その中で判明したことたちだ。まとめると、嘘と矛盾と暴挙の化身、ゆずはし、神々との決戦も近い、って感じね。素晴らしいまとめだぜ。さて最後にゆずはしの末路やこの事件のその後について紹介していこうか。4、末路とその後。さてそんなぶっ飛び YouTuber ゆずはだが、彼の末路や今後の行動は様々なネット民によって考察されていた。特に言われていたのは、こちらの意見だな。5年後、随分先のことだね。実は商標権の無効審判にも登録から5年以内のみという期限が存在するんだ。そのため使用料の無料に惑わされてこの件を放置すれば、ゆずはしは5年後に再度料金の支払いを求めてくる可能性があると言われていたんだよ。しかもそうなれば我々は立ち向かう手段もない、いわば罪になってしまうぜ。いや怖すぎない。またゆっくり茶番劇の商標問題をこのままなあなあにしてしまえば、今後類似コンテンツのゆっくり解説やゆっくり実況まで同じような手口で商標登録されかねない。そのため神々はゆずはしに対し無効審判を申し立て、商標権を取り上げると推測されていた。ほぼ 100% そのルート突入するでしょうね。ちなみにこのルートの場合、ゆずはしは裁判費用として最低でも50万円前後の支払いをすることになる。仮に裁判費用を負けた側が支払うという条件だった場合には、負担額が3桁万円にまで膨らむこととなるぜ。ひぃ、一般人にはかなりの痛手だよ。そもそもゆずはしは商標登録に10から20万円程度お金をかけているはずだから、裁判費用まで払うことになったら赤字も赤字だ。ゆずはしからすれば最悪の、ネット民からすれば最高のルートだな。とまあこのような末路考察がたびたび行われていたんだが、現在このルートは解禁されない可能性が高まっている。え、なんで？実はゆずはしが5月24日にゆっくり茶番劇の商標権抹消登録申請をしたと報告したからだ。そのツイートがこちらだぜ。おお、上から目線すぎてハンコックもびっくり。ネット民もびっくりだ。突如公式文書帳で投稿されたツイートには、抹消登録申請を行ったことがしっかり明記されていたぜ。ただその申請理由がこれまた上からだったため、ネット民は吹き切ってたがな。その内容がこちら。関係者等に対する誹謗中傷及び名誉毀損、虚偽、捏造された情報の流布により本来の目的を全うすることが困難となったため。翻訳もらってもいい。お前らがギャーギャー大騒ぎするから楽に金儲けできなくなったわ。もうこんな権利いらん。いろいろ言われて僕かわいそう。ですかね。ごっつい被害者ずらしてくるね。面の皮が大気圏突入してるわ。代理人弁護士は謝罪してるのに、騒ぎを起こした党の本人は謝罪どころか被害者面というお子様丸出しの姿を見せてくれたぜ。ネット民も商標権抹消申請に安堵はしつつも、僕ちゃん、悪いことしたらまずごめんなさいでしょ。と諭していたな。ネット民に子供扱いされたら終わりだよ。自身に関するデマや不利益な情報には秒で対応する割に、自分がやったことの後始末はろくにできないとはなんとも情けない話だ。確かに行き過ぎた報復は悪いことだが、ここまでいい大人が自分のことを棚に上げて反撃に必死になっているともはや乾いた笑いが出てしまうぜ。最後の最後まで醜態を晒すんじゃないよ。
ともあれ、この一件は今回の抹消登録申請で収束を迎えるだろう。ただこうした事例は今後も起きないとは限らないぜ。そしてそんな類似事件が重なれば、極端な話東方プロジェクト関係者が二次創作全般に規制をかけ、ゆっくりという文化そのものがなくなることになってもおかしくはない。彼のしたことは抹消したからいいだろで済む話ではないし、今後の二次創作類、権利関係のあり方を我々は考えていくべきだろうな。簡単に忘れていい話題じゃないね。ていうかマジゆっくり界隈終了なんてことになったら夢枕に立つけどね。松台まで祟って彼の性根を叩き直してやろう。結局ゆず橋の目的は炎上商法なのか純粋に東方嫌いをこじらせて暴走したのか、はたまたただの金目的だったのかはわからなかった。だが神々にも睨まれネット民を敵に回し、個人情報や自身の誇りだらけの過去を晒されてはダメージの方が大きいだろうな。もしかしたら彼の黒い行為が明るみになり警察のお世話になる。なんてこともありえないとは言えないし、今後ゆず橋がどんな末路をたどるのか生温かい目で見守っていきたいところだぜ。というわけで今回はゆっくり茶番劇を商標登録して大炎上した YouTuber の悲惨な末路を紹介したぜ。なんか胸クソ悪いから清涼感バカ竹自然の音でも聞こうかしら。おいおい、再生数を増やして奴の懐に金を入れるくらいなら私と一緒にハイキングに行こうぜ。にしても迷い込むならともかく、幻想郷を荒らしに来る外来人がいるとはな。しかも弱者であることも、恐れるべきものを恐れることもしない、か。まあどこにもたどり着けないまま食われるのが関の山かな。誰も保護してくれないだろうしね。あ、さすがにうちでも無理です。さて霊夢にも投げ出されたところで今日の動画はここまでにしようか。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくねー。